皆さんこんにちは、エトレ東京クリエイティブディレクターの純奈です。今日は2023年エトレ東京秋コレクションの先行受注のアイテムをご紹介していきたいと思います。今回の秋も可愛いアイテムがたくさん揃っているので最後までお楽しみください。それでは早速一つ目のアイテムからご紹介していきます。最初にご紹介するのが今私が着ているシアーニットボディースーツです。一見シンプルなトップスなんですが、お名前ボディースーツってなっているように水着レオタードみたいな感じでこう下がつながっているものになるので、手を上げたりしても全然よれなくて、この辺がすごく綺麗に収まるトップスです。でこちらもコットン 100% ですごく肌触りのいい生地を使って作っていて、シアー感が見れるかと思うんですが、これもトレンドのアイテムです。アウターとか重ねた時に袖だけこうめくって出してアームウォーマーみたいな感じでお洋服から出てきたりするのも可愛いので、いろんなレイヤードが楽しめるアイテムかなと思います。続いて2つ目にご紹介するのがウエストアジャスタブルタックワイドパンツです。そらちゃんと2人で色違いで着用しています。こちらのパンツは定番のワイドパンツなんですが、秋バージョンで今回ウール素材で作っております。こちらお名前にもある通り 2way で、もともとの設定位置はウエストがちょっとロー気味のパンツなんですが、ゴムが中に入っていて、ここを折り返して中のラインを見せて落とし気味で履くスタイルもできるし、そらちゃんみたいにピシッと履くスタイルもできるという、私が履いているこのグレーのカラーと、そらみが履いているブラウンのカラーと、もう一色ネイビーのカラーがあって、全部で3色展開で、秋冬になって暗めのアイテムが多い時にボルドー味のあるブラウンっていうのがちょっとシャレを差し込んでくるアイテムかなと思っていて、ネイビーとか黒とかこうちょっと濃いめの中に一つ入ると秋めくというか、サイズは2サイズ展開です。私162センチで M サイズを履いてます。はい、私が156センチで S サイズを着用しています。本当にとにかくシルエットが綺麗なパンツなので、1本あるとすごく使い回しが効くよっていうエトレおすすめの定番アイテムになります。はい、続いてご紹介するのはフーディーリバーコートです。こちらはエトレ東京でも定番のリバーコートのショートバージョンです。すごくリクエストもたくさんいただいてご好評いただいたので、今回はフードバージョンにして登場しました。すごい可愛いでしょう。もう今季一押しかも、このアウターが私の中でも。この大きいフードが襟というかちょっとセーラーカラーみたいにも見えるような雰囲気なんですけど、全部で3色作っています。私が着ているカラーと、サラサが着ているカラーと、もう1色キャメルのカラー、全部で3色展開になります。サイズが全部で2つのサイズ S、M とご用意しています。サラサ着ているのは私今 M サイズ、 M サイズ、私が S サイズ、はい、着ています。続いてご紹介するのは2人が着てくれているバルーンシルエットシャツカラートップスです。見ていただいた通りかと思うんですけど、このバルーンシルエット、ふわってしてるシルエットが一番の特徴のシャツですね。2人が今履いているみたいにこうストレートだったり、シルエットの綺麗な細身のパンツとかを合わせると大人っぽく素敵に着られるかなと思ってます。で、お足元結構女性っぽいものが合うかなと思っていて、ちょっとボリュームのあるごつい靴よりも素足が覗くようなデザインのものだったり、ちょっと先の尖った靴を合わせることで結構今っぽくなるというか、こちらは全部で2色展開になるんですが、このストライプのブルーとホワイトは無地になります。雰囲気も結構変わるので、アクセサリーで遊んだり、これからの時期だときっとアウターとか合わせていくと思うので、そういった合わせも楽しんでいただけたらなと思います。続いてご紹介するのはセットアップです。 2way のジャケットと中サススカートが入っております。これはもう今回初めて作ったデザインなんですけれども、絶対可愛いっていう感じで、何度かスカートとジャケットのセットは作ったんですけど、今回はサススカートにすることでまた雰囲気をガラリと変えて、単品使いも可愛いですし、こうセットアップで着てもとっても素敵なものに仕上がっています。生地自体はシャンブレーのような生地で、縦糸と横糸の色が若干違うものでこう作られている高級感のある
るツヤもある生地を使っているので、ちょっと動いた時にスリットからこう見える足とか切りっぱなしてるところとか、このシャンブレー生地によるこのツヤ感みたいなのがとっても女性らしい一着に仕上がっております、ね、すごい似合う。なんかダウンスタイルだとまた結構ハンサムなアイテムなんだけど、こうちょっと髪の毛とかで女性らしさを加えると逆に女性らしく見えちゃうアイテムかなと思います。中に入れてるねこのシアのトップスも同じもの今入れてるんですけど、こんな組み合わせもいいかなと思います。でジャケットはあのなんかボタン 2way になってるんでね、はい、ギュッとこうクロスをかけてタイトにお召しいただくこともできますし、最初に着てたみたいなダラッとする感じでも着れる。カラーはネイビーとキャメルの2色展開で、サイズはどちらも SM の2サイズ展開になっております。はい、続いてご紹介するのがタイプライターオフショルダートップスです。似合うじゃん、可愛いじゃん、ツヤのお肌がこう覗いて神々しいです。なんかタイプライターのねこの素材からワンショルダーっていうちょっとなんだろう柔らかい生地でこういうデザインってあるんだけど、結構ハリッとしたしっかりした生地でこの形を出すのすごく難しくてデザイナーさんも苦労したんだけど、お袖も面白くってこうやって着るとボートネックみたいな感じでも着られて、ちょっとワンショルこう落とし気味に着ることもできるし、お袖抜いてさっきみたいに着るとまた雰囲気の変わった感じで着用できるという、何ウェイも楽しめちゃうトップスです。こちらはブラックとこのホワイトと2色展開で作っているんですが、結構生地感もしっかりしているので合わせるボトム次第ではオケージョン向きにもお召しいただけるかなと思います。秋っぽい今回は色合わせで着てくれてるんだけど、こういう感じだとちょっとカジュアルダウンして着られるかなと思います。秋ってまだ暑さも残っていたりするので、シャツ素材のものって結構遊びが効いて1枚で決まるものなので重宝するかなと思います。続いてご紹介するのはウールチのコンシャススリーブトレンチコートです。もうお名前から分かるようにウール素材で作ったチのトレンチコートです。くるってしてみて、みんなこうくるって回って、この生地のとろみというか、これがもう今回のこのトレンチの一番こだわっているポイントで、エトレでは毎年トレンチコート結構固めの素材でハリッとしたこうメンズライクなデザインのものを作ることが多かったんですが、初めてこのとろみのあるトレンチコートを作ってみました。エトレと東京らしくこだわるっていうことで、もうボリュームもすごく洋弱たっぷりに作っているので、本当にドレスぐらいのちょっと動いただけでもブワサーッと生地が後からゆっくりついてくるようなデザインになっています。でエトレ東京らしくスリーブ部分も大きめに取っているので、ちょっとこうニットを中から出してアームウォーマー的にこう見せる感じも可愛いかなと。私みたいにこうギュッと締めてチームウォーマーつけて着てもいいですし、こう前をオープンで着てもギュッと締めてねきちんと着てもどんなスタイルで着ても結構表情も変わって楽しめるアイテムかなと思っているんですが、3色展開でしかも S サイズ M サイズの2サイズ展開で、美咲が M サイズ、私も M サイズで、私が今 S サイズを着用しております。私と美咲は同じ身長なので S、M だとねこれぐらい差が出てきます。 M でも一応着れるは着れるんだね、つかずに、うん、結構このバニラみたいなカラーも新鮮だよね。グレーっぽいとかベージュよりとかはね多いけど、ブラックがすごく人気でしたね昨年も。今年はどうなるか楽しみです。はい、はい、最後のアイテムはワッシャーナイロンベアドレスです。すごく立体的でしょう。なんか一見すごいドレッシーなアイテムなんだけど、ナイロンのこの張り感とかこのちょっとカサカサする感じとかがカジュアル要素もあって、もちろんオケージョン要素でも使っていただけるんだけど、デイリーにも使えちゃうっていうような素材感に落とし込んでます。不思議な存在でしょ、すごい軽いよね。軽いこちらの素材はもうオールシーズンお召しいただけるものなので、ロングブーツ今花ちゃん合わせてると思うんだけど、美咲みたいなフラットシューズだったりもうペタンコのサンダルだったりスニーカー合わせていただいたりとか、そういった時にねジャケット合わせとかでも素敵ですし、トレンチ肩からかけて着たりするのもすごく素敵かなと思っております。細身に見えますよね、うん、そうそう、逆に華奢見えする。こちらは2色展開で、で SM の2サイズでご用意しております。私 S サイズ、私 M です。 S と M ですね。で美咲の身長だと下ちょっとギリつくかなっていうぐらいだけど、オケージョンシーンだったらねこれぐらいのついちゃうぐらいの感じで着ても可愛いかなと思うので、お召しいただくシーンをこう想像していただいてサイズ決めていただくのがおすすめです。
はい、という感じで2023年エトレ東京の秋先行受注コレクションいかがでしたでしょうか。結構スタッフもねたくさん登場して今までにないぐらいね華やかな雰囲気になったかなと思うんですけれども、楽しんでいただけましたでしょうか。気に入ったアイテムがあったよという方はぜひねコメント欄の方にコメントもお願いします。私たちもねコメントを毎週楽しみにしていて一つずつ読ませていただいているので、お気に入りスタイリングなどあったら教えていただけると嬉しいです。私たちは毎週土曜日19時に新作の動画を配信しております。来週はエトレ東京のママスタッフサラサの、密着スタイリングをご紹介していきたいと思います。ぜひ楽しみにしていてください。それでは来週も動画を見逃さないためにぜひ、ね、チャンネル登録の方も忘れずに行ってください。ぜひいいねボタンの方もお願いします。それでは今週も最後までご視聴いただきありがとうございました。また来週この場所でお会いしましょう。またね。アジャスタブルタックワイドパンツ West Adjustable Tack Wide Pants